区画整備決議後の1932年のミッドタウンマンハッタンニューヨーク市の1916年区画整備決議はエクイタブルビルディングのような大きな建物が道路の前に建てられ光や空を遮るのを防ぐために大きさを規制したものである。一定の高さ、強制力のない高さ制限によるセットバックの導入、ロットサイズの割合の制限など 建物の大きさに制限が加えられた。建築設計士のヒュー・フェリスは、1922年、可能な形や建築容石を最大限にする方法を明白に描き、集中した研究を通して、これらの新しい規則を広げた。1920年代の終わりまでに、セットバック超高層ビルは、ニューヨークの区画整備決議を受けて、シカゴから、 上海のようなスタイルを取り入れるようになったと、エリック・ピーター・ナッシュ及びノーマン・マック・グレース・マック・グラスは述べており、決議を取り入れておらず、ブルックリンで孤立していたウィリアムズ・バーグ、貯蓄銀行タワーについて議論された。1920年代と1930年代の、そうになった、アールデコ超高層ビルは、この決議を受けて建設されている。20世紀中頃までに、 多くの新しいインターナショナルスタイルのビルが、その土地の中心にタワーを作り、その周囲をプラザや低い建物で取り囲むことで、セットバックの基準を満たしている。これは反対意見から非難され、他の問題もあって、1961年に改良されるに至った。客中参考文献。ありがとうございます。